伝説誕生。n h k ミュージックエキスポに2 0 2 4で実現したウェーブ・イ・リーズナンバーアンダーライン愛の夢のダンスメドレーウェーブ・イ・リーズナンバーアンダーライン愛のスペシャルダンスメドレーで音楽史に名を刻む世界が熱狂夢のダンスメドレー国境を越えたパフォーマンスの力 n h k ミュージックエキスポに2 0 2 4の舞台裏である噂が駆け巡り始めました 今年はススペシャルなダンスメドレーがあるらしい。その噂の主役は、グローバルに活躍する3組、ウェーブ・イ・リーズ、そしてナンバー・アンダーライン・アイ。国境もジャンルも超えた彼らの共演は、まさに夢の共演と言えるでしょう。発表された瞬間、SNS は興奮の渦に巻き込まれました。豪華すぎる。夢みたい。放送が待ちきれない。といった歓喜の声があふれ返り、 そのの期待値の高さが伺えます一体なぜ、このコラボはこんなにも人々の心をつかむのでしょうかそれは、3組のパフォーマンスが持つ圧倒的な魅力、そして国境を超えたコラボレーションがもたらす希望に満ちたメッセージ性にあるのではないでしょうか ?Wavey は、洗練されたパフォーマンスとカリスマ性で世界中のファンを魅了するグループ。リーズは、SM エンターテインメントから新たにデビューした期待の新星であり、 彼らの浮ド踊り自身ながらも力強いパフォーマンスは、未来への希望を感じさせます。そして、日本を代表するアイドルグループであるナンンバーーアダインアイは、キレのあるダンスと親しみやすいキャラクターで幅広い世代から愛されています。それぞれが独自の個性を放つ3組ですが、共通しているのは、パフォーマンスに対する熱い情熱です。写真からでも伝わる彼らの真剣な目差し、息の合った動き。 そして互いをリスペクトする姿勢それはまさに国境を越えたアーティスト同士のつながりを感じさせる瞬間と言えるでしょう。しかし夢のコラボレーションだからこそクリアしなければならない壁もあるはずです。練習時間や言語の壁そしてそれぞれのグループの個性を生かしつつ一つの作品としてまとめ上げる難しさもあるでしょう。それでも彼らは互いに協力し、 最高のステージを作り上げようとしていますその姿はまさに「音楽とダンスの力で世界を一つにする」という壮大な夢を体現しているかのようです。このダンスメドレーは単なる音楽番組の1コマを超え私たちに多くの感動と希望を与えてくれるはずです。異なる文化や言語を持つアーティストたちが「音楽とダンス」という共通言語を通して心を通わせ最高のパフォーマンスを披露する。 それは、まさに、ワンワールド、ワンミュージック、というメッセージを世界に発信する瞬間となるでしょう。そして、私たち視聴者も、彼らのパフォーマンスを通して、音楽とダンスが持つ力、そして国境を越えた友情の素晴らしさを感じることができるのではないでしょうか。n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4でのスペシャルダンスメドレー。それは、音楽史に刻まれるであろう伝説のステージになるかもしれません。 彼らのパフォーマンスは私たちにどんな感動と興奮を与えてくれるのでしょうか。そして彼らのコラボレーションは未来の音楽シーンにどんな影響を与えるのでしょうか。と、ここまでが前置きだとしたらあなたはもうすでに心は NHK ミュージックエキスポ2024に飛んでしまっているのではないでしょうか。放送後、SNS 上では鳥肌が止まらなかった。言葉にならない感動。 3組のパフォーマンスがすごすぎて、テレビの前で興奮しっぱなしだった、といった声が殺到しました。想像してみてください。ステージに暗転が訪れ、静寂が支配する中、緊張感とともに高鳴る鼓動。一瞬の静寂の後力強いビートが会場全体を包み込みます。スポットライトが w a v e y のメンバーを照らし出すと、彼らのシグネチャーであるシャープで洗練されたダンスが、 一瞬ににしてみるもののを彼らの世界に引き込みます続くリーズは、浮い踊りじしさを感じさせながらも、先輩グループに引けを取らないパワフルなパフォーマンスで観客を圧倒。彼らのフレッシュなエネルギーは、会場の空気を一瞬にして変え、未来への希望を感じさせます。そして、最後に登場したのはナンバーアンダーラインアイ彼らの登場に会場のボルテージは最高潮に達します。キレのあるダンス。 そして表現力豊かな表情で見せる彼らのパフォーマンスはまさに圧巻の一言。3組の個性がぶつかり合い、溶け合い、一つの作品として昇華されていく過程はまさに圧巻。それは単なるダンスメドレーを超えた国境も言語も超えたアーティストたちの魂の対話と言えるでしょう。この夢のコラボレーションは私たちに多くの感動と希望を与えてくれました。それは、 音楽とダンスの力、そして国境を越えた友情の素晴らしさを再認識させてくれる、忘れられない夜となりました。しかし、彼らの物語はこれで終わりではありません。このステージをきっかけに、3組の間に生まれた絆は、きっとこれからもさまざまな形で表現されていくことでしょう。もしかしたら、近い将来、再び彼らの共演が見られるかもしれません。そして、その時はさらに進化した、 想像をを超えたパフォーマンスを見せせてくれるに違いありません n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4でのスペシャルダンスメドレーは音楽誌に新たな1ページを刻みました。そして彼らの物語はこれからも私たちに夢と希望を与え続けてくれるでしょう。あなたはこの夢のステージからどんなメッセージを受け取りましたか視聴者の中には、 かつて K-POP と他のジャンルが交わることなど考えもしなかった人も多いだろう。私自身も、以前は K-POP というジャンルが他の音楽ジャンルとどのように交わるのか想像もつかなかった。しかし、このスペシャルダンスメドレーを見ることで、異なるジャンルやバックグラウンドを持つアーティストたちが一緒にパフォーマンスをすることで生まれる新しい感覚や驚きを実感した。それはまさに、彼らが一歩を踏み出し、 挑戦することで初めて見える世界であり、私たち観客もその瞬間を共有することができるのだ。このイベントに参加したアーティストたちは、ただ技術を披露するだけでなく、視聴者に何かを伝えたいという強い思いを持っている。それは、国や文化、ジャンルの壁を越えて、一緒に何かを作り出すことの素晴らしさを示すことだ。Wavey、Lease、Number UnderlineI という3つのグループが、 それぞれの個性を尊重しながらも一体となってパフォーマンスを行う姿は、私たちにとっても大きなインスピレーションとなる。このような国際的なコラボレーションが増えることで、K-POP の未来はますます明るく、そして多様性に富んだものとなるだろう。特に、今回のイベントをきっかけに、他のアーティストやグループも異なるジャンルとのコラボレーションに挑戦するようになることが期待される。そして、それは単にエンターテインメントの枠を超えて、 文化的なな交流や理解を深めるるきっかけとなるだろう私たちが音楽を通じて共感し合い共に感動することでより豊かな世界が広がっていくのではないだろうかこのスペシャルダンスメドレーが私たちに新しい視点を与え未来への期待を抱かせてくれたことに感謝したいそして今後も k p o p がどのように進化しどんな新しい挑戦を見せてくれるのかますます楽しみになってきた 私たちはこのようなイベントを通じて音楽が持つ力と可能性を再確認することができた。